原監督の采配にファン困惑。今日の原、1アウトから秋広にバント、6回80球の横川を下ろす。代わって出てきたのはケイ鈴木。結果的に抑えているものの移籍後初登板からずっと変化球が決まっていない。横川なんて変える球数じゃねえのにアホなのかマジで。原が動かなきゃ勝てるって金言すぎるわ。采配で負けた試合やね。わい、静かにテレビを消す。もうむちゃくちゃだ、こんなの野球じゃないわ。秋広の謎バント指示をかき消す采配、名将原やね。横川7回まで投げさせれば8回からお得意のマシンガン使えたのになぜ変えたのか。横川はすぐ下ろすくせに鈴木は引っ張る。アホ。横川の交代も秋広のバントも意味わかんねえわ。中川、2020以降阪神戦無失点。横川7回投げて中川、大勢なら勝てたのでは。6回80球無失点で交代。直前ツーアウト1塁で謎の集合。大体わかるやん。横川交代の時阪神ベンチくっそ嬉しかったやろな。全く危なげなかったもん。横川が打たれて負けたなら納得できたわ。なんでわざわざ中継ぎ早めに出すんだよ。おとなしく座っとけ。あのちいかわどもがクソの役にも立たんの分かってたやろになぜ7回を任せたのか。横川6回無失点なのに降板。岡本エンドラン併殺、秋広にバント、代打梶谷長の、どれが一番クソや。まあ横川やろ。横川が打たれて負けなら納得はいくもん。6回被安打3無失点80球。この先発を交代させる合理的な理由。大切に育てる方針なんやろ。原のことやから高騰続いたら中5日とかやらせそうやが。坂本の走塁アウトと岡本の盗塁アウトで石膏を繰り返して横川早く下ろすんだから、勝てる試合も空落とすよ。皆さんの感想もコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。